兵庫県代表高橋エリアです。よろしくお願いいたします。ファイナリストに選ばれた時はとても嬉しかったんですけれども、同時に日本酒の兵庫県代表ということですごく身が引き締まる思いでした。お着物を着ることもたくさん多いと思うので、気品のある女性に成長したいなと同時に思いました。私がおすすめしたいのは兵庫県の淡路島です。私は淡路島の観光大使の活動をしていることもあって、淡路島にはとてもゆかりがあります。そんな淡路島の魅力は海と山に囲まれ、自然がたくさんあって食べ物もすごく美味しいことです。またその食べ物に合った日本酒も用意しておりますので、皆様淡路島にお越しください。グランプリに選ばれたら、私の実家が和菓子屋ということもあって和菓子と日本酒のコラボレーションをしていきたいと思います。兵庫県の灘の地酒や、また淡路島の地酒など、また全国のたくさんの日本酒を勉強して、そういった日本酒と和菓子のコラボレーションをたくさん考えていきたいと思います。私は現在21歳なんですけれども、私と同じ同世代の若い人たちにも日本酒の魅力をたくさん知っていただきたいと思います。これからファイナリストイベントに向けて精一杯努力してまいりますので、皆様の応援、またご指導のほどよろしくお願いいたします。